すいませんちょっと遅れましたこんばんはか今こんばんは止まっちゃうかもやばいうわどないこんばんはうん多分いけると思う少々お待ち充電がない行ったよかったそう電波悪めでえ刺さらへんえ充電器刺さらへんとかある？なぜ？ゆうさんもまさよしさん昇格おめでとうありがとうございますそうあそういつやっけ7月14日に行われたね NMB48 のライブで昇格させていただくことができましたありがとうございます本当にみなきさんありがとうございます元気を元気は元気声がガサガサやけどひなかこうじさんありがとうございますスマコねもうねありがとうございますそうちょうど2日目のライブのねうーかさんの卒コンの時にちょうどやってたのかなだからそうリクエスト曲をね今回のライブで好きになった曲をねリクエストさせていただいたりとかしましたねみずきちゃんもありがとうございますそう、そう組閣もね発表されましたね組閣そうでも自分はまだなんて言うんだろう昇格するレベルまで至ってない部分の方が多いからこそなんかせっかくこの昇格させていただいた機会でもっとね自分なりに変われていけたらいいなと思います、ナオキックさんもありがとうございますライブ終わり何時間寝たかえ何時間あろうほんまに分からないずっと寝てたずっと寝てたかなえ何時間あろうもうその日の記憶なくて記憶ないんよねだからちょっと分からんけどめっちゃ寝てたチーム M にねなりましたねアブリカルビ青アブリカルビキアブリカルビさんありがとうございます高みツインはしないかなしばらく天国野郎良かったですかえありがとうございますケモリさんタワーだタワーちょっと待って書くものが今手元にないので書けないんですけどありがとうございますやったタワーどうしようタワーってどうやったらいいのありがとうございますそうえ全然自分が M やとは思ってなかったっていうか組閣するとしたら9月かな9月っていうか周年コンサートで組閣かなと思ってたから思ったより早くてちょっとびっくりしましたおしめが奇跡的に M に来たおおおめでとうございますそう西山ちゃんをねお姫様抱っこしましたね本当は美咲さんをねお姫様抱っこする予定だったんですけどちょっと衣装とかの兼ね合いで西山ちゃんになりましたね
そうめっちゃそう天国野郎の衣装ウェイトレスの衣装をね着させていただいたんですけど、その肩ひもあのエプロン部分がねめっちゃ落ちてくるっていう動いたらえこんな落ちてくるもんなんやっけと思いながらやってましたね。ね秋から新チームですね。早いや。ひろみこさんもありがとうございます。タワーやったタワー絶対これじゃない気がするありがとうございます。まさやさんもありがとうございます。大輔さんもありがとうございます。ユニークおじさんありがとうございます。なんかえいっぱいタワー今日ありがとう。タワーちゃんと書くもの探そう。あ一応あったっちゃったけどちょっとね後日ちゃんと書きます。メモっとこう名前ありがとう。一つ二つ三つ様ありがとうございます。タワーありがとうですね。ありがとうございます。やったね今のビーツも私好きですし好きですからちょっとね寂しいですけどね。でも楽しみだなと思いますよ。大輔さんもありがとうございます。うわエルマップさんもありがとうございます。タワーありがとう。タワー絶対違うなんか違う気がするそう髪伸ばせるの髪伸ばせるのそうなの嬉しい。ちょっとしばらく髪伸ばす時期に入りますうん私バラエティしたいですって言ったこと一回もないそうびっくりして紹介バラエティ頑張りたいメンバーが集まりましたみたいな。でもそうでもやってみ何でもやってみたいから全然バラエティもねこれから挑戦していきたいなとは思うんですけど、すごいいつの間にか自分バラエティメンバーになってると思ってびっくりした昇格コメントありがとうございます。そうそうね絶対にでも天国野郎に選ばれた理由っていうのはすごい自分でも分かってるんですよ分かってるからそうでもそうあれそうだからさそのバラエティ頑張りたいメンバーですっていう紹介からのお姫様抱っこやったからさめちゃめちゃはどうしようと思ってゆうかちゃんもありがとうございます。日向こうじさんもありがとうございます。そうびっくりしてんあれなんかそうそう自分バラエティーなんやと思ってびっくりしてた自分でもその紹介でそうあれなんよ多分ねその特技とかありますかみたいなうんかさんとの面談であってでさみんなさ何やろちゃんと言っていくわけよ 歌ですとかなんかスポーツが得意ですとか言っていく中で自分ほんまになくて全力です考え出してお姫様抱っこですって言ってだからねそれをお姫様抱っこする要因で入ってた気がします。わかんないでも楽しかった天国やろ。けむりさんもありがとうございます。タワー2個目や、ありがとうタワー
ちょっと全然違う、どうしよう、タワーってほんまどうやってやるの、ちょっと分からへん、ごめん、ありがとう敏郎さんもありがとうございます。そう、そういうね、ちょっとでも楽しかった、めちゃめちゃバラエティこれからだからね、頑張っていきたいなと思いますちょっとバラエティ頑張ります。はい、エリンカゼさんもユウさんもありがとうございます。マサヨシさんも大輔さんもありがとうございます。ちょっと二つ目さんもありがとうございます。合ってる？タワーなんか違う気がしてきちゃったうん、頭の上、こういうこと、ありがとうございます。あ、びっくりしたね、なのでちょっとね、だってっ合ってる、ありがとう、朝芽さんありがとうございます。そうそう、 M さんにね今度行くことになったんですけど、そうでもねあれなんよ、めっちゃ仲良くなりたいなと思ってた先輩とかいっぱいいて、え、嬉しいんだけどって思いながら見てましたそう嬉しくて理不尽ボールのね、そうもうマジあの思いありったけど思いぶつけに行きましたけどその後の天国の方が一番カラヤブルでしたねそう、え、めちゃめちゃ仲良くなりたい先輩方多いんですよ、なんならほぼ全員ですね。え、そうだって若野さんも好きですし、アンジュさんともね、あのお出かけしたいですっていうお話してますし、でであとはねシオンさんともあるお約束してますし、なんかそうレイコさんとも仲良くなりたいですし、そう自分さ、あの昨晩から呼ばれたじゃないですか、昇格発表、そうだからなんかさ自分の名前呼ばれた時にさ、なんか自分多分昇格せえへんから、なんか申し訳ないなって思ってた申し訳ないなって思ってたみゆさんとも仲良くなりたいですよ、なんならそう全員と仲良くなりたいんですけど、あのもうすでにね遊びに行きたいんですっていうね、あのお約束してる方がそう M さんに集結してたので、あのそう嬉しくて、そう自分もそう研究生かと思ったから、チーム M だからびっくりしたよねね、なんかあのさ、それでさなんだっけ、その昇格チーム M 昇って多分リアクションしてるんですよ私早かった早かったし、なんかそう若菜さんが寄ってきてくださって嬉しかった、エルマッパさんもありがとうございます、そうカレンさんもね、そう優しくて好きなんですよ本当に、ミンキさんとも結構お話しさせていただく機会ありますし、そう、ショーでリアクションしちゃったそう、めちゃめちゃね、そう楽しみなんですよ、 M さんに、 M に行くのが、そうだからその昇格自分がすると思ってなかったから、なんかね嬉しかったけど、でも自分でもなんだろう、昇格
したのはしたけど、でも全然なんていうのやっぱり他のね正規メンバーさんとの差っていうのをめちゃめちゃ感じるので、本当にねもっとねチームが変わることによってこれをきっかけとしてね頑張っていきたいなって思います。そうはるかさんともね一回あのその造幣局さんのランウェイ桜の通り抜けでご一緒させていただいたぐらいでね、あんまり関わることなかったんですけど、そう関わる嬉しいと思ってやばい。だからそう私仲良くなりたいっていうか喋ってみたかった先輩方がねちょっといっぱいいらっしゃるから楽しみなんですよねそうなんかそのさ研究生やったらなんていうんだろう、なんか全力で正規メンバーになってもそうやけど全力でねやってなんていうの研究生らしさみたいなあるじゃないですかでも自分正規メンバーらしさみたいなのが一個もないから、だからね本当に秋からそう今までねあんまり上の先輩方と関わることがなかったから頑張ってもういいところをバチバチ吸収していきたいなと思います双子さんありがとうございます。そう自分の強みがね分かんないから、もっと自分は研究生期間長いかなと思ってたからなんていうんやろ長いと思ったから、その間に自分の強みをね見つけていけたらいいなと思ってたんやけど、あの思ったよりちょっと早くてびっくりしてだからこれからねどん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 自分の良さとか発見していけたらいいなと思ってますそんな感じかな。自信はないですね使わんかな。もう自信はねいくら頑張っても多分もうつくことはない気がする。でも自分をこんな言うのはあれやけど、自分が一番信用できやんからそう自分が一番信用できやんから、ちょびっくりするぐらい信用自分のこと信用じゃない小学校ありがとうゆうくちゃんもありがとうございます。そうそうだって自分を信用しちゃいけんからだってさこんなん言うのあれやけどさ、あのなんて言うやろ、じゃあのうんあんまり信用できひんな。自分信用したらちょっとあれやから村井さんありがとうございます。そうそんなもんですね。ちょっとほんまになんか始める時間遅くなって申し訳ないあかなさんもねめちゃめちゃ好きですよ。映画行く約束したいんで、約束したんでね行きたいなと思ってます。やばい楽しみどうしよう、なんか即刻して、そう同期がね身内しかいないんですけど、そう同期が身内しかいなくて、でも全然なんていうのあれなんやけど、そうちょっとね同期と離れるの寂しいなって思うんですけど、でも逆に同期と離れるからこそ、なんだろう今までね、なんていうんですかね、今まであった環境とはまたね違ってくるから、どうなるかっていうのがめちゃめちゃ楽しみでなんていうの、今までやったらさあの
公園のさすごい公園のお弁当とかさ、みんなさ取りまくるわけやん、ハチキとかは。でも先輩たちってどうなんだろうなっていう、そういう変なとこで気になってる変なとこ気になってるやば、ありがとうございます。ゆうさん、たばさんもありがとうございます。ひろみこさんもありがとうございます。れいこさんとはねちょくちょくあのお話しさせていただいてて、そう あんまりそう、私あんま表立って先輩と関わったエピソードあんま話してないんですけどそうあのちょくちょくお話しさせていただいてましたね。ケイジさんもありがとうございます。ノーキックさんもそう、お弁当じゃんけんとかあったからさどうなるんだろうなって思います。そうエルマッパさんもありがとうございます。握手会あるんじゃないですかね、なんかありそうな予感もしてるんで、何も知らんけどそう、しかもさあのミユさんもいるじゃないですか、チーム M に。そうあのチームなんかね、そうミユさんの MC とかよく見てね、ちょっと勉強させていただいてるんですけど、それをね間近でこれからねお勉強させていただけるってなると嬉しいですね。そうそう、ミユさんの MC そうでも、そうでもね、アミとチーム離れちゃ、アヤピョンともアミともねチーム離れちゃってね、ちょっとね寂しいんですけどそうなんかミユさんの MC っていつでも面白いじゃないですか、すごいなと思ってちょっと勉強させてもらってます。えずきさんありがとうございました。ありがとうたいっぱい今日、今日いっぱいありがとうございます、申し訳ねいや失礼失礼そうだからなんていうの、めちゃめちゃね、めちゃお腹しちゃっためちゃめちゃ嘘を鍛えていただける機会だなと思ってるので、そう頑張ります。そう M で自分最年少みたいですやばい、でも最年少でもさ今19やけど、もうちょっとしたら20になっちゃうから早いよね。エレマパさんもありがとうございます。そう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 やね、自分が最年少ってなんかこの年になってさ最年少すると思ってなかったからちょっとびっくりした。そう妹キャラではなかったからね今まで。そうでもどうなんやろ、自分はもうなんだろう、今のね環境でもいっぱい先輩に甘えさせてもらってたので、でも次もってなるとちょっとあれなんでね、もうビシバシ鍛えていただこうかな、鍛えていただきたいなと思いますね、なんか変な感じ入った時もさ年齢上の方でさ言って中学生とかいっぱいいる中ね、なんか自分がだからその二十歳目前にしてチームの最年少っていうのがすごい変な感じです変な、ほんまになんかびっくりした、後から気づいてメンバー見てて
そう、リサヒンもいたし、サクちゃんもいたから、そう、え、でも高校生組もさいたからちょっとびっくりよねっていう。うん、そう、なので頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。正規メンバーになっても、あの、私は多分中身はそんな変わんない、変わらなあかん、いい風に受かるけど、あんま、そう、なんていうの、自分は自分で変わらないとこもあると思うので、よければこれからも応援していただけると嬉しいですそう、どうなるんやろうな、先輩との関わり方。ありがとうございます、ひろみこさん。そう、頑張ります。今でもまだ B2 もね続くので私はらく B2 もあるのでね、何時までしようかな、45分ぐらい双葉さん、ありがとうございます。髪型バリエーションないんで、今全力で探してました、この前今じゃない、この前のライブの朝、やばい、どうしようと思って、髪決まってんの昼そう、もうね、公演一発目はもう決めてて何するか、でも多分もう夜もこれかなみたいな、だいたい考えたかな。そう、本当はね、そう、ライブの日に、そう、土曜日のライブの日にね、せっかく正規メンバーに、ね、なったから、髪型をお持ち替えようかなとか思ったんですけど、あの、バリーかぶるかぶっちゃうからやめましたいつも通りの、ほぼいつもと変わらない髪型で行きましたなんか、そう、昇格して一発目、次の日やったから、そのライブが、だからなんていうの、決まってなかったし、なんかでもネクスト78ジェネレーションライブやったから、なんかそれやったら今まで通りの髪型の方がいいかなっていうのもあったし、まあ被るしいいかなと思って下ろしてましたね。そう、唐突でしたびっくりした。そうで、そう、いつもね髪の毛かかるから、ここだけ編み込んでもらってた、サイドだけ。そう、夜さくちゃんとたまたま一緒でした、びっくりびっくり。そう、だからあんまね髪型は変わんないようにしてて、夜はちょっと変えましたでもまあ多分これからいろんな髪型していくんじゃないかなと思います。え、なんで写真逆さまかは私も知らないですなんでなんだろう不思議ね、いろんな髪型どうしよう、レパートリーなさすぎて困っちゃうよね。写真、あ、横向きってこと、前、え、分からへん、マイブームなんかな直木いくさんもありがとうございますね。え、昇格今日逆さ、何でなんだろう、そんなわざわざ逆さにして送ってないからさ、ちょっとなんだ、まあ戻してください全然やってほしい髪型リスト送ってくださったらすごいありがたい。そう、暑いから下ろしはしばらくないかなと思ってます。もう汗だくそう、もうね汗だくやからさ、びっくりするぐらい汗かいちゃうから、あげますしばらくは。そう、しばらくはね、そう、暑いので。マサヨシさんもありがとうございます。次のお話があるとか、待ってますね、絶対って言ったからには待ってますからねそう、夏暑いから、そう、公園とかねちょっと見ていただいたら
わかると思うんですけど、びっしょびしょなんでね私なのでねりこじさんもありがとうございます。涼しいそうね、次のイベントあったら行くかも。ぜひお待ちしてます。砂浜でピストルの名前あるのしたときどんな感じでした？え、めっちゃ嬉しかった。なんかさ、見たときにさ、なんか5月のコンサートリクオンのときになんかウーチルって誰いるんですかみたいな話したときに言ってたメンバーがいっぱいいたから、あれこれもしかしてウーチル選抜かなって思ったらほんまにそうで、めっちゃ嬉しくて、しかもさ、私可愛い系のユニットをささせていただくことが、まあ、めったにっていうか今までなかったから嬉しくて、ほんまになんかもうどこを失敗しても、まあなんかこの曲だけはもう絶対に何だろうな、失敗せず行こうと思ったら、まさかのねまさかのやらかしちゃったっていう、一番やらかしちゃった、どうしようと思ったでもそう嬉しかったから、ほんまに何だろう、一番弾きに行ったかも、先生に「なんかここの振り変じゃないですか」とか、めっちゃ自分なりにめっちゃ研究してたどうしたらいいか一つ一つミス様ありがとうございます。マサイさんありがとうございます。そうそんな感じやったかな。でもそうめちゃめちゃ嬉しかったねほんまに嬉しかった。曲も可愛いし自分はもう今回のライブで言われたのは気づいたことは、やりすぎないやりすぎない、あとは重心落とす、あとなんていうのためとかちゃんとするみたいな、えそうそうなのですよ。頑張ったんですけど、ちょっとねやらかしちゃうっていう。頑張りますこれからも。マサイさんありがとうございます。ミストルよかった？え、あの芋ですか？言われてるんですよ。え全然ほんまに私そうめっちゃダンサーさんとね、普通に喋るんですけど、そう言われちゃうから頑張ります蜂の巣ダンス、私あのチームエイトの横山由依さんが本当に好きで、この曲はマジ加入前からずっと聴いてたから、うわあ入ってるやんセトリにと思ったけど、全員でやると思ってなかったから、え嘘やん全員で踊んのと思って嘘あやばいと思ったけど、でも楽しかったね。ちょっとぶつかっちゃったけど、なんかさ激しめやんあの動きサビ、そうだからさそういう自分のね動きが変すぎたんですけどでも楽しかったね、フリンバリ早いでも何やってるか分からへん。スターバさんありがとうございます。そう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 、まだライブ見れてない？ぜひ後で見てみてください。全然いいよ。そうまさか自分がね蜂の巣ダンスやる日が来ると思ってなかったから、めっちゃびっくりしたそうヨコちゃんさん好きでしたねこんばんは。そうめっちゃねそう一皮むけたって言っていただけて、今回のライブめっちゃ嬉しいです。ありがとうございますね。お話から早くしたい
眉毛のとの絡み映ってたんですか。バリバリ楽しかった、ゆきのたんと。でもさ、そう公園で、ね、ゆきのとオネスタまで絡むことあんまないからさ、嬉しかったよね。うわ、ゆきのじゃんと思ってる時に嬉しかった。そうなんですよ、手つないでた。そう、嬉しかったんですよ。エルマパさんもありがとうございます。早くね、そういろんなことをお話ししたいから、お話し会早く来てほしいですね。絵派で垢抜けましたか。垢抜けてないんじゃないかな、わかんない。垢抜けててほしいけど、聴覚が、そうシオンさんと見つけたので抱きつけに行きました。今回のライブでほのかちゃんのセトリン好きが使用できるって分かった。そう、そう今回の、そう私結構好きな曲入っててバリ良かったじゃないですか。ぜひこれからのねライブのセトリンもどうなるんだろうね。めっちゃでもさ、これでさ自分がさ今回のライブのセトリンめっちゃいいって言わんかったら、ちょっとあれやから何もちょっと言えへんかった。でも全然あれですよ、そう今回のねチームごとのね瀬戸里ほんまに好きすぎた。自分どっちなんやろ、ボケかツッコミか。新チームでほのちゃんがツッコミ側かボケ側か楽しみ。どっちなんやろうね。透明版ツアー全員参加、なんかホームページにツアー選抜みたいな書いてあった気がします。初日もいい曲ですよね、バリ好きですね。どっちなんだろうね、わかんないや。やっぱあと5分や。そう君にでもね、そう去年の夏ナンバーザールの白組でねやっててバリ難しいんですよあの曲。ほんまにでも楽しかったですね。ほんまに去年の夏やっててよかったなって思った曲第1位でした。誰にクエストでしたっけ、一人、あそうや、ツエター途中経過の感想で一人一人ね目標言っていく、そう感想で言ってたんですけど、自分のね目標が皆さんと一番心の近いアイドルになるっていうことでしたね。なんかなんて言うんだろう、ほんまはリハの時、その当日のリハーサルとかも別のことを言ってたんですけど、でもなんか私あの無難なことしか言わなくて、そうなんかでもこれ言うのちゃうなってなって、なんかすっごい考えてた。始まる直前まで考えてて何言うかみたいな、無難なことしか言えへんからさ、ほんまにただただ無難なことしか言えへん人間やからさ、夢とか
って大人の方とかになんかこれ言おうと思ってるんですけどみたいな相談とかしに行って、結局あれになりました。でもそうめちゃめちゃ考えた結果の夢やから、ほんまに思ってることかな。そう考え、なんだろうね、そう無難なことしか言えへんからさ、そのその中でも思いついたことやったからほんまの夢かなって思うね。もっとエイターとしては普通にエイト曲が NMB のライブでも聴けるの胸やつでございますね。そう嬉しかった初のスダンス。でもね下手っぴやからもっと頑張ります。よしじゃあねちょっとランキングをね読ませていただこうと思います。13位ゆうかちゃんありがとうございます。12位なおきくさんありがとうございます。11位ふたばちゃんありがとうございます。10位ゆうさんありがとうございます。うわ今来るか。9位喉な喉の話。9位としろうさんありがとうございます。8位まさゆしさんありがとうございます。7位だいすけさんありがとうございます。6位みずきあとキングさんありがとうございます。5位一つ二つみつさんありがとうございます。4位ゆりこじちゃんありがとうございます。3位エルマパさんありがとうございます。2位けむりさんありがとうございます。1位ひろみこさんありがとうございます。じゃあね本当にちょっと遅くなってしまって申し訳ないんですけど配信がそう腕がガリッてしてた。ありがとうございます。昇格もたくさん祝ってくださって本当に感無量でございます。じゃあねそろそろ終わろうかなと思います。本当にありがとうございました。また日曜日の声もあるのでよければお待ちしてます。ではありがとうございました。あそうルームスネの配信もね近々すると思うのでまたそちらもお待ちしてます。じゃあありがとうございました。おやすみなさい。ありがとう。